2月11日12日に当麻山を中心にウィンターキャンプが行われました。林業の魅力を都市部に発信する目的で行ったもの。当麻町が主催、北日本広告社旭川本社が企画運営しました。向こうとちょっとずつ斜面が、本当まっすぐ登るの大変なんですけど、斜めに登ってくればそんなに大変じゃない。10日は東京在住の女性4人が参加、当麻鍾乳洞などで冬のアクティビティを楽しみました。だって台本ないんすもん。ほぼほぼ台本ないんすもん。よし、怖いっす。やばい。あ、なんか発祥にいる。あ、出た。強敵とかもありますよ。あるある。さっき言ってたあの五運勢あれです。片足新しいとことかに入れると滑りにくいので、人が行った後は滑りにくい。鍾乳石さっき言ったように石灰岩っていうのができてるんですけど、石灰岩の元って何か知ってます？惜しい。貝殻もそうなんだけど沖縄でよく見える。沖縄サンゴ。そう、サンゴ礁のそうなんです。サンゴ礁の死骸とかが積み重なったのが石灰岩で。ここ海だから。本当だ。そう、それも全部その出方、水の出方によって模様できるんですよね。はい、はい、チーズ。すごい。じゃあ看板指さしてもらって、はい、チーズ。おお、すごい。ナイス、ナイス、ナイス。攻めるね。うわあ、ごめん。楽しいでも。お、うまい。うまい。うまい。おー、うまい。うまい、うまい、上達した。夜は当麻山キャンプ場ログハウスで道産野菜や鹿肉をふんだんに使ったジビエ料理に舌包みを打ちました。こちら2種類今日搬入しました。で、こちらがルヴァンっていうパンで、こちらがトルディっていうパン、全粒粉使っているパンと、まあ、全粒使ってないパンで、であのそちらにある回り道っていうパン屋さんが、はいはい、夫婦でやっているパン屋さんになります。すっごい美味しいです。で鹿肉のベーコン入りますので、はい、そのボールをしたらちょっとすみません、いただきます。はい、美味しい。美味しいですか。美味しい。ねえ、する。すごい。ああ、いい色。はい。え、これまるっともらえます。はい、すごい。え、なんかもっと細かくなるのかと思いきや、これはすごい。すごい、よく切れる。柔らかいから。うん、これも一切、油とか使わないで、ただ入れて焚き火にかけただけっていうものになります。絶対美味しい玉ねぎ。うん、美味しいよ。
11日は東京在住の家族が参加、遠間山で冬のアクティビティを楽しみました。でこの時期は北海道は、エゾリスとシマリスっていうのがいるんですけど、耳がふさふさしているエゾリスだけが冬は活動しているので、これはエゾリスの足跡ですね。はい、おじさん何よりもそれが嬉しいわ。これも何にもしなくても自然に木が勝って元気良くなるのと負けて良くなるのと増えていく。全部ね、遠間山スキー場の視床木抜刀体験もしました。ここくらいまで踏み固めてもらおうかな、よし、じゃあこっちからやってみるか。まず両手で持って、そう、引くときに力を入れる。いいかい、斜め持って、そうそうそう。おお、倒れるこれ。あ、え、お父さんはじゃあ、あら、お父さんはだ、ほら、刀が、なんか折れそう。よし、よいしょ。9歳、こっちは10ぐらいかな。10ぐらい、となるともうちょっと根元の方が太いので、あと 1,2 年プラスできると思います、となると10歳くらいですね。10歳、15歳とかの林でした、ここ。そうか、はい、いいね。前日と同じくログハウスでジビエ料理を満喫。おいしいでしょ。食事後は抜刀体験をした木を使ってスプーン作りをしました。あ、ここない、あ、こっちか。こっちのスプーンの、少しずつ木を回転させながらやっていきやすい。そう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 。なんでやるの？あとはもう好きな人がそのまま。いやー、いいね。うまい、あちゃん。いいね。お父さん後半覚醒したからな。売ってますもん。はい。参加者は冬の遠間を存分に楽しんでいました。あ、そうですね。じゃあぜひぜひ。いいですか？はい。遠間町最高。